1907年のロザリー取りの絵はがき。この虐殺により廃墟と化した。ナチェズの虐殺は1729年11月29日、現在のミシシッピ州ナチェズでナチェズ族インディアンがフランス人入植者に対して起こした奇襲である。インディアンたちはこの事件の何十年も前からフランス人と共存し有効的な交益や労働を行い、また、 一部の入植者と結婚さえしていた。しかしながら、フランスの指揮官とシェパールが、ロザリートリデの近くにある自らのプランテーションに、ナチェズの土地を組み入れたがっていたため、ナチェズの指導者たちはこれに怒りを募らせた。この奇襲で240人以上が命を落としたが、その大部分は、フランス人入植者たちであり、ロザリートリデはその後荒れ果てた。この虐殺により、 ルイジアナでも大きな生産力を誇るプランテーションが一部破壊され、ミシシッピ川を行き来する食料の運搬船や交易船が危険にさらされた。結果として当時のフランスはフランスに新ド会社からルイジアナ経営を撤退させ、ルイジアナは1731年に本国の管轄に戻された。また、ルイジアナ総督のエティエンヌ・ペリエは1七百ミシシッピ川岸の ロザリートリデの跡地。1729年11月29日の朝、ナチェズ・インディアンたちは、ロザリートリデ、そして現在は、ナチェズ市となっているプランテーションや、咀嚼地にも奇襲を仕掛けて、少なくとも240人を殺害した。殺された者の多くは、フランス人だった。ナチェズ族は、この準備のため、フランス人入植者から、狩りに行くと言って、銃を借りており、 狩りの獲物を分け合おうと約束していた。この数日前に何人かのフランス人がインディアンの企みについて小耳に挟んではいたが、砦出の指揮官のシェッパールは気に留めず、このことを警告した人物に罰として足かせをかけたほどだった。ナチェズは、外してフランス人の男のみを殺し、女子供とアフリカ人奴隷への命は助けた。捕虜にされたマリー・バロン・ルースさんは、 ジャン・ルースさんの未亡人でジャン・フランソワ・ベンジャマン・デューモンド・モンティニと再婚していた。その後20年以上経ってデューモンド・モンティニはこの虐殺について大きな意味を持つ手記を出版した。ナチェズの虐殺に関する資料は補修されたフランス人女性による証言が多い。総督のペリエをはじめ一部のフランス人証言者は ミシシッピカ流に住む多くのインディアン部族が、虐殺と同じ日に、大掛かりな陰謀を図ったと書いている。ペリエによると、直騰族がその陰謀に関わっていて、12月1日と12月2日に、ニューオーリンズに襲撃を仕掛けるべく集結する予定だったが、その実行の日より2日早く、ナチェズ族が奇襲をかけて入植者を虐殺した、ただそれのみが失敗の原因だったとも述べている。 デュモンド・モンティニとアントワーヌ・シモン・ル・パー・ジュリュー・プラッツは、ナチェズの虐殺が、ニューオーリンズよりも早く行われたのは、攻撃までの残された日数を数えるのに、棒を用いていたからだと書いている。誰かが棒を2本、気づかれずに処分したため、ナチェズ族は日にちを読み間違えたということだが、この2本が失われた理由は、歴史家によって様々である。現代史家のカスリーン・ディバルは、この虐殺は、 広い範囲にわたって住むインディアンたちの防御の結果で、あるがフランス人を攻撃したのはヤズーとティーウの両部族だけだと書いている。ペリエはフランス政府の交換への報告として虐殺の規模を誇張した疑いがある。おそらくは自らの総督としての指揮権を守るためだったので、あるをもっと多くの部族が陰謀に加担していたようなことを暗示しており、 自分の迅速な行動がなければもっと悪い結果になっていただろうとも書いている。虐殺の時期に描かれたナチェズの入植地の地図ロザリー・トリデーの攻撃が12月初めにニューオーリンズに知れ渡り入植者たちはパニック状態になった。ペリエは直騰族の代表団がニューオーリンズに入るのを禁じた。友好訪問にこつけて攻撃を仕掛けられるのを恐れたためだった。 ペリエはアフリカ人奴隷とフランス部隊に命令を出してミシシッピ下流にあるチャウアチャ族の小さな村をパリの高官たちはこのことでペリエを建責した奴隷とインディアントが結託してフランス人に立てつくようなことを未然に防ごうとしていたからだったその年の12月末から翌1730年の1月にかけてナチェズ族はフランスの より大きな報復に見舞われた。ジャンポール・ルス・ユールとアンディ・ドルーボが遠征隊を率いてきたのだ。両指揮官はロザリー・トリデの西にあるトリデにいたナチェズ族を包囲した。このトリデはナチェズ族の大集落から1マイルほどの距離、ロザリー・トリデのまさに西の方向にあった。フランス人入植者は同盟関係にある直頭族の援助を頼ったが、直頭族が フランス人女性やアフリカ人奴隷を再び捕虜とし、身の白金を要求したのを知って、狼狽した。1730年の2月、ナチェズ族は二つの砦を出て、ミシシッピ川を横切って、南を逃れた。ナチェズ族は、ブラックリバーの入り江に隠れて住んだが、その後、ペリエの遠征隊が彼らを追い出そうとしてその場所にやってきた。 ナチェズ族攻撃のためのフランスの遠征隊は1730年の1年間に何度も組まれ、ナチェズ族は北ミシシッピの地下層族の集落や、ナチ島所の公益所の西へ避難した。ナチェズの虐殺は1827年にフランソアルネド・シャトーブリアンのレ・ナチェという小説の題材となった。この作品は、シャトーブリアンの初期のベストセラー小説、アタラ・ルネと共に、 ルイジアナのフランス人とナチェズの歴史を大いに殉職した長編小説だった。シャトーブリアンにとって北アメリカ中のインディアンが虐殺の裏にある陰謀に関わっているのは到底信じられないことだった。シャトーブリアンの作品はフィクションだったが、この虐殺がフランス人入植地であるルイジアナの歴史において決定的な瞬間になったと見る傾向があり。 その点では、ルパージュ・デュ・プラッツ、デュモンド・モンティニ、そしてイエズ・ス会の聖職者で、1744年に、イストワールへでクリプシオン・ジェネラールド・ラ・ヌーベル・フランスを出版したピエール・フランソ・アグザビエド・シャルルボア・ボワといった、18世紀の歴史形と矛盾しないものの見方をしていた。ありがとうございます。